私の村を駆け抜けて、シュ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 、おとぎの国へまっしぐら、ピーポピーポシュッポ、おとぎの国行き急行列車、大人の切符じゃ乗れません。女の子が赤ずきんちゃんです。どうして赤ずきんなんていうのかな。おばあさんに作ってもらったビロードの赤いずきんが大好きで、年中かぶっていたからです。赤ずきんちゃん、お母さんが呼びました。このお菓子とぶどう酒をおばあさんのところに持って行ってあげて。風邪をひいて寝ているおばあさんが早く元気になるようにね。はーい。待って待って、赤ずきんちゃん、外に出たらね、道草なんか食っちゃいけませんよ。悪い人の言うことなんて聞かないで、まっすぐおばあさんの家に行くのよ。はーい。素敵なお返事、いいお返事。だけど赤ずきんちゃん、本当にお母さんの言うこと分かってるのかな。大丈夫大丈夫、道草なんて食わないもん。赤ずきんちゃんはまっすぐとっとこ、脇目も振らず森の道を歩いていきます。おや、こんにちは赤ずきんちゃん。声をかけたのは狼でした。ご機嫌いかが。どこ行くの。おばあちゃんの家。赤ずきんちゃんは狼がどんなに悪い獣か知らなかったんです。だって狼はとっても優しそうにこんなこと言うんですもの。へえ、そりゃ感心。おばあちゃんの家はどこなの。森の向こうのカシの木の下よ。へえ、そうですかそうですか。それなら赤ずきんちゃん、おばあちゃんに花を摘んでてあげればいいのに。花ですって。ほら、よそ見しないからわからないんだよ。森の中はきれいな花でいっぱいなのに。花を摘み始めた赤ずきんちゃんを見て、狼はホクホク。しめしめ、これでちっちゃなかわいいやつと年取ったのと二人ごちそうにありつけるぞ。シュッと狼は駆け出して、おばあさんの家に来て言いました。
こんちは、おばあちゃん。赤ずきんよ。ずいぶん変な声の赤ずきんちゃんだね。おばあさんは用心深いんです。覗いてびっくり。まあ、狼よ。どうしましょう。慌てて裏口からこっそり逃げ出したんです。そんなこととは知らない狼。開けてよ、開けて。開けないわ。よし、そんなら開けてやる。とドアに体当たり。ところが鍵がかかっていなかったんで勢い余って。開いた。開いてててて。鼻を押さえてキョロキョロしたけど部屋の中は空っぽです。しまったら逃げられたか。よし、今度は上手に騙してやるぞ。一体どうしたと思います？狼はおばあさんの頭巾をかぶっておばあさんのベッドの中にそーっと潜り込んだんです。そんなこととは知らない赤ずきんちゃん、花束を作ってやってきました。あれあれ、ドアが開けっぱなしなのに変だと思わないのかな。おばあさんのベッドを覗いた赤ずきんちゃんは目をまん丸くして言いました。あら、おばあちゃん、どうしてそんなに大きい耳をしているの？お前の言うことがよく聞こえるようにだよ。まあ、どうしてそんなに光る目なの？お前の顔がよく見えるようにだよ。どうしてそんなに爪を伸ばしてるの？お前をしっかり捕まえるためさ。うわぁ、なんて大きな口なんでしょう。お前をパックリ食べるためさ。狼はベッドからパッと飛び出して赤ずきんちゃんを頭からパク。でも思わず赤ずきんちゃんが飛びのいたので牙にかかったのは赤いずきんだけでした。待て、食べてやるぞ。助けて。赤ずきんちゃんは森の中をあっちこっちと逃げ回りました。だけど狼の足はとっても速いんです。ガチガチとなる牙の音が今にも背中にくっつきそう。ガブーッとやられたらおしまいです。もうダメ。赤ずきんちゃんが目をつぶったその時です。鉄砲の音です。さっき逃げ出したおばあさんが漁師を迎えに行っていたんです。悪い狼め、胴中に穴を開けてやるぞ。助けてくれ。今度は一目散に狼が逃げ出しました。赤ずきんちゃん、怪我はなかったかい？おばあちゃん。おばあさんにしがみついて赤ずきんちゃんはわーわー泣き出しました。やれやれ、よかった。私は心臓が止まるかと思ったよ。おばあさんは赤ずきんちゃんの持ってきたぶどう酒とお菓子を食べてやっと元気を取り戻しました。でも赤ずきんちゃんの赤いずきんはズタズタに裂けたままです。それを見て赤ずきんちゃんは考えました。はあ、もうちょっとで私がああなるところだったわ。お母さんの言うことを守らなかったからいけなかったんだわ。